ここはカシオペア連邦にあるとあるバー、蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは、今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。蔵の道、お相手は沙織と南部美人5代目蔵元の久慈浩介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。はい。蔵の道は今週、そして先週とスペシャルゲストをお呼びしておりまして、はい、まあ、BGM なしバージョンで今週もお届けしておりますが、はい、これは NTT ドコモさんはじめ、東北の復興支援を手伝っていただいている皆さんが、広いところでこの様々音源を皆さんに聞いていただきたい。中西さん、スペシャルゲストの中西さんの、復興支援のその気持ちというか思いを伝えたいということで、BGM があるとなかなか他で使えないことが多い、ね、ということもあり、はい、BGM なしバージョンでお届けをしております、はい。今日もスペシャルゲストをお呼びしております。中西恵三さん、小西隆夫さん、野中実さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、昨日ちょっといろいろ東北の復興支援のまたお話をさせていただいたんですけども。そうですね、こうね、うん、まあね、本当 ね、やりたい気持ちっていうのはね、うん、多分ね、みんなどこかにはあるんですけど、そういう機会をね、やっぱりこう、その得るっていうかね、その、まあ、うん、その機会を得たからできるっていうのもいけないと思うんですけどね、能動的に動かなきゃいけないっていうことあるけど、うん、でも今回はね、やっぱ野中さんにね、うん、やっぱそこはお誘いいただいて、はい、やっぱりこういうことがね、まあ、実現しているっていうところありますからね、うん、だからやっぱりまあ積極的にやっぱりこう、その、こうもしてみようよっていう働きかけっていうことをね、うん、まあ、どういうレベルでできるのかなっていうこともね、やっぱり必要だし大事なんだなっていうのはね、ですね、思いますかね。僕なんかこう見てると、まあ Facebook で中西さんの活動を見てると、はい、結構もうお忙しい、いろんなところでライブやったりね、いろいろやられてて、 そんな中で本当にそれでも東北を忘れてくれてないっていうことが、そうですね、これ以上ありがたいことないんですよね。今やっぱりこう音楽って本当に何のために必要なんだろうかっていうね、それはね、すごく自分の、まあ、それビジネスっていうね、形っていうことを考えてみても、まあ、そこはね、本質的なことは変わってないんだけど、うんうん、世の中に本当に必要とされることっていうことがね、うんうん、なんかこうすごく危うい時代なのかなっていうふうにもね、うん、思ってるんですよ。ね、だからなおさらやっぱりこう音楽の本質っていうことをね、うん、やっぱりこうそこは自分自身でも確かめなきゃいけないっていうところはあって、うんうん、だからもっとこういうことのために役に立てるんだっていう、うんうん、なんかそういうことはですね、やっぱりその、ね、うん、確認しなきゃいけない、はい、っていうのはすごく思います。はい、震災直後は、歌ってていいんだろうかって言われてた方々も、はい、結構いらっしゃってですね、うん、なんか歌ったらダメなんじゃないかみたいな、ね、うん、で落語家の方々も人を笑わせたらまずいんじゃないかとか、うん、いろいろあったんですけど、やっぱり悩まれましたか。はい、そうですね、まあまあ、それはね、まあ、人それぞれの考え方だから、うん、いろいろあるものだし、うん、まあ、そんな中でも自分はでもやっぱり今も言ってるような考え方の中で、うん、できることをね、うん、まあ、できるだけなんだけど、うん、まあ、やれなきゃいけないなっていう気持ちはすごくあったからね、うん、まあ、それをどうやって実現できるのかなっていう、うん、それはだから、まあ、本当に被災地にこう行けるっていうタイミングっていうのは本当にそういう声を上げてもなかなかやっぱりね、うん、それこそやっぱりこうそういう声がけがかかるっていうのは、うんうん、夏頃まで、うん、気仙沼から声がかかるまでなかなかなかったかもしれなかったんだけれども、うん、まあ、それまでは本当にまあリアルに大変な時期だったんだろうな、うん、まあ、だったとしたら、まあ、その周辺の地域、まあ、声のかかるところに行って、うん、まあ、それはそういう活動を通してね、うん、まあ、風を送るべしっていうことでね、うん、やってましたけど、いやでも本当に僕らも酒の業界も、はい、やっぱ飲んでていいのとか、うん、酔っ払うことが悪なんじゃないかっていうこともすごく言われまして、うん、はい、そうですね、すごく悩んだ時期があったんで、うん、でもそれがまあ僕らの発信した YouTube で、はい、自粛しないでくれということが伝わって、皆さんにこう浸透していって、お酒は助けていただいたんですけども、うん、やっぱり飲みたいんですよね、漁師の皆さん、うん、俺持ってったんだけど、うん、漁師の皆さんは、ね、飲みたいんですよ、うん、でテレビのコメンテーターたちは、いや、語り合えばいいじゃないですかみたいなこと言ってるんですけど、うん、あの人たちは飲まなきゃ喋れないんですよ、うん、シラフじゃダメなんで、うん、そういうところもやっぱり現場に行かなきゃ分かんないことってすごいいっぱいあったんで、本当、うん、ね、うん、中西さんとか、まあ、野中さんもそうですけど、うん、特に漫画なんて、ね、うん、何が必要なのって思いました。ああ、やっぱりそうか、はい、必ずそこ通って、うん、はい、で
こう考えを決断した方々が今までこう支援してくれてるんですよね、はい、だからあの3年目に入るときにうち漫画魂キャッチフレーズ変えたんですよね、うん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 、漫画にできること、うん、漫画にしかできないこと、うんうんうん、それを今模索しながらやってるんです。なるほどね、はい、ちょっともう一回その辺明日いろいろ聞きながら、はい、まあ、中西さんとの、はい、あの中野中さんの関係もいろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組は株式会社南部美人の提供でお送りいたしました。